お疲れ様スロットです。そしてキョウキョウさんです。よいしょー、お願いします。今日も元気ですね。ありがとうございます。さあということで、何するんすか。久々のコラボ動画ですね、うん、確かにいつも久々なんですけどね。そう、でも月1ぐらいでやってるよね。そう、月1です。ありがとうございます。で、今日はですね、前回なんか TikTok で流行ってるやつ、うん、なんか10秒できてるかやったら、うん、結構良かったんです、評判が。確かに。なんで10秒できやりたいとこなんですけども、切り替えても今日はですね、懐かしの、お、あんま僕は動画でやったことないんですけど。確かにそうだね。増殖機械、ケイケです。やったケイケさん来ちゃったさんとか言っちゃった。自分のチャンネルなのになんか初めて撮る感覚これね、できたけど、これですよ。そうですね、増殖企画、なんか盤面にね、はい、まあ、とりあえずもうミラーとグローンとレイジでこうポンってなるやつですね。もうサムネが美しいやつ作んない。だからそれに目指せるように僕らも真剣にやんないとそうなんないから。いや、そうなんですよ。頑張んないといけない、集中してやんないとダメ。誰でもできるんですけど意外と大変。意外と大変なの、マジで。僕これやったことないんですよ。あれ、一回もないんですよ。お前後輩だな先輩ずらしてくる人いる。一旦ね、ちょっと早速やっていきましょうか。う、ね、あ、でも同じクランじゃないといけないわ、これ。あ、なるほど。え、ワンチャンス、あいみょんさん最高来てよ。あいみょんさん最高、しょうがないよ。ちょっと俺今さ、あいみょんさん最高、あいみょんさんをそう布教していってるんだよ。いきます、お願いします。いきますか。いきます。え、ちょ、これなんと本当に集中しないんだよ。さっきやばいの見つけましたよね。どうしたの。あの7倍エリクサーがあるんですよ。それ、ほんとそれ、ほんとそれこれなんかチャレンジとかでね、7倍エリクサーモードが来るんですけど、なんかクランのフレバトだと常時ある、いつでもできる、楽しめちゃうのっていうので、僕らもちょ、俺出すよ。ズルしてね。ズルじゃない、ズルじゃない、はい、無限エリクサーチャレンジ。7倍エリクサーでエリポン置きまくって。いや、そうなのよ。エリポン必要あるかはちょっとまたジャッジしないとダメだけど。いや、今いるの、これは必須ですよ。必須なの、マジで。こうやってプリンで何体ぐらい出せば、うん、ノルマというか、ノルマ、いや100体は出したいね。でもクローン、あ、でもミラーもクローンもするから全然いけるかも。100なんかもう1000。いや、でも500台でもそれクローンに収まんないと丸の中に収まんないから確かに、もう入らないのか。 OK。 いやー、待って、緊張してきた。ちょっと見せれないからね。だから僕らもだから、その頑張っていきますから。よっしゃ、じゃあいきます。お願いします。目指せ。さあ来た、300体ぐらい。うわ、いやいやいや、絶対これまずこっち、まずこっち落とそう。あ、落とさなきゃいけない。まず落とすわ、まず落とすわ。一旦落とす。落として、これ絶対、待って、絶対でさ、あ、絶対これさ、サイド同時同じ方が良かったですよ。マジで、なんで。いや、マジっす、マジっす、マジ。あ、そう、エリポン貯めやすいんで。まあ一旦、あ、そっかそっかそっか、一旦いいか。これ絶対、待って、絶対エリポンいらなくない。なんか、いや、甘いっす、甘いっす。いるのこれ。いらないよ、初心者。いや、俺のがあれだぞ。俺のだってガチやばい、ガチやばい。ちょっとこれでこっちジャイアントで、これプリンセスだけ処して。いや、なんでジャイアント大したけど。え、だって両方落とさんとダメじゃない。あ、そうか。そうちょっと待って、初心者すぎる。初心者じゃねえかよ。ちょっと待って、ガチむずい、ばっかむずい。あ、そっか、ここで両方落とすのか。じゃ、ジャイアントスケルトン処して。いや、めっちゃめっちゃやばいやばい、なにこれ、音ゲーみたいになってるこれ。で、ここで溜めまくって。待って、ガチでむずい、ガチでむずい、むずい、むずいよね、これ。本当にむずい、ちょっと待って。オッケーオッケー。で、もうちょっと頑張って。ライト高っ、これ。いやいや、このね、ジャイで。あ、ごめんなさい、ジャイ守ってる、守ってるの。大丈夫。だって、バカむずい。バカむずい、やって、これ、やべ。てかね、ここでなるべく早く、ここを処して、オッケー。ここであとはエリポン溜めまくりだよね。あと、あの、スピリット、邪魔スピリット。スケルトン、特に。壊すな、俺の。ガチじゃない。あ、だからスケルトンとか結構邪魔で、だからもうさ、行っていいんじゃね？もう俺ら。いや、あ、残り2倍入る？2倍来てから2倍。でも2倍以外あるのかないのか。2倍っていう概念ないかもしれない。え、これスピリット流すのですらむずくないですか？確かに。あ、だから同じ方向でやっていこう。確かに。あ、待って、ごめん。俺線残ってんじゃん。いや、もうでもそれはしょうがないです。じゃあもう僕でもプリン貯めていきますね、じゃあ。オッケーオッケーオッケー。あ、確かに貯めてた方がいいね。で、逆さに流して、こっち側にプリン側にジャイプレルターがついてですね。そうだね。で、こっち貯めといて、で、なるべくこいつ範囲攻撃なんで、なるべくあの、なんかやべ、まとまえないようにしようかな。やべ、プリンがレイジいっちゃった。やばい、待って、むずいむずいむずい、ガチやむずい。で、ここでもう進撃の巨人していきます。進撃の巨人していって、ここであの列をなす、列をなしていく感じで
やっていけば。でこれバカむずいっすねこれ。ちょっと待って、音ゲーだ。でも100体いけるよ、100体いってるんじゃないもん。いやだってプリンが円に入らんこいつら。やばいやばい、きた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 。であえて分散投稿させて、分散投稿させて、これでここで分散投稿させていって、リボンよ。待って待って、俺クローン下手下手下手。やばい でも暇になるとプリンしか出せないですもん。それまで1コスしか出せないんじゃないですか。あ、そっか。なんか大きいコストを出したいじゃないですか。まあ確かにね、溜まっすぎちゃうから。あ、それだったら置くだけロアいいか、お得か。はい、論破。ラドユキさん来たよ、ラドユキさん。すぐ建物置いておくんですか。エリポンあった方がいいよ。間違いない。ちょ、もっと行けるはずだから、もっと行こう。うん、最上級を目指して。これやばいな、これ面白い、マジで。フレンドバトルで、ハイスピーが邪魔だな。なんかいや、わかる。なんかそう、スケルトンさ、意外と悪さし、いやそうなん、倒しちゃうよね、エリポンを。いやそうなんですよ。まあしょうがない、しょうがないな、うん。まあその分こっちも高回転で回せるから。いや、エリポン置きながら、エリポン置きながらでもう回すっていうところで。縦をもうちょい持ちます、ワンチャン急遽。いや、じゃあ行こう。よっしゃ。右、お互い右。お互い右で。オッケーオッケー。じゃあもはやエリゴレで落としちゃう。オッケー、ナイスナイス、めっちゃナイスじゃん。それめっちゃナイスじゃない？で、リポン置いて、オッケー、で、リポン置いて、で、ヒーラーで、ひまひま。で、ここら辺スケルトンで多分倒してくれるから、いい感じなんだけど。マジで、集中して喋れねえ、これ。あ、ごめん、ちょっとターンに置いちゃったけど。マジでエリゴレ邪魔って、やばい、待って、お前ふざけんの。おー、エリ。マジで、くんな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 。で、ジャイエリゴレ出しとくから、これちょっとさ、いい感じにさ。あ、そっか、俺タワーの前に置いちゃうとエリポンも来ないか。あ、これ、まあ壊していいっすよ。まあ全然そうね。そうっす、お互いこれはもう、お互い壊しで、壊しでよくて、で、あとエリポン置きまくる。エリポン置きまくる。オッケー。で、レイジか。忙しい忙しい忙しい、ご多忙です、これは。これやばいっすね。で、それ落とせるか、これ。ちょっとエリ落とせないなんてパターンがあるんですか、これに。オッケー、これジャイアントちょっといい感じにしてもらっていい、そしたら。いい感じに。いい感じに倒す。オッケー。めっちゃジャイいるんだけど、ちょっと、やばいやばい。ここでプリンセスを俺やるわ。オッケーオッケー。で、これでいい感じ。よしよし、あとはエリポンレイジ、あとはエリポンレイジ。よし。で、もうちょっとエリポン貯めるか、番組。そうだね。っていうことですよね。エリポンレイジ貯めて。あ、エリゴレたちちょっとごめん、やっといて。やってね。やっといてじゃないっすよ。やっといて。でもこのさ、やっぱスケルトンちょっと悪さするね。いや、スケートは悪さするっすよね、もう。弾はないっすもんね。弾はないから。スピリットで壊すしかないもん。確かに確かに。ちょっとこれさ、はい、俺、そろそろジャイアント出しとこうかな、そしたら。あ、絶対。キヨキヨさんが先に出してくことあるっすね。出しといて、そうね。でも、まあ、もうちょい貯めようかな、俺。いや、いいっすね、めっちゃめっちゃいい。あの、結構ね、もう、マックスぐらい逃げれる。あって、やばいって、マジ。回転率ちょっと悪くなっちゃうな、よし、出していく。じゃあ出していくわ。キョウキョウさんサイドに合わせる。オッケーオッケー。これでこっち出しまくってエリコンも置いて、もうこれでそうそうそう、縦舞台がめっちゃ出るわ。オッケーオッケー。いい、めっちゃいいめっちゃいいめっちゃいい。オッケーオッケー。めっちゃいいめっちゃいい、マジでめっちゃいい。むずい本気でむずい。 いいよ、めっちゃいいよめっちゃいいよ、今のとこめっちゃいいよ。めっちゃむずいんだけど、助けてほしい誰か。いや、いい、めっちゃいいめっちゃいいめっちゃいい、マジでいい。俺らさっきよりバカうまい。いいよ、俺ら上手くなってるよ、マジで。マジうまいよ。あ、だってめっちゃ俺エリポン置いてるもん、このタイミングで。まだで、エリポンをまだそう、貪欲に置いていく。貪欲に置いていくのいいっすよね。あっつ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 、やばっ。ヨケさん頑張って、やべ、早え早えよ早えよ早えよ。ヨケさん働いてこれでもターゲット取ってこれでもターゲット取って、ドッキョクククククやばいやばいやばい。何体おんねん、これ。
さ、これやばい、頭に表示されてない人もいるくない、絶対表示されてない、絶対表示されてないよね、下の中に燃えてる人いるよ、やばいわこれ。もう一段階いける気がしてきた。もう一段階、今回の学びは、はい、僕早めに全然出しちゃっていいや、あーもっと早くてもよかったです、もっと早くてもか、まあ僕はもうちょっと後からで、起きながらエリポンも置けちゃう、はいはいはい、ちょやろうや、いや熱いな、いや僕らどんどん上手くなってってんだよねパーフェクトかな、はい、じゃあこれでエリゴレ良かった、いやよかった、よかった、やっぱり、うん、エリーもらえてるのは分かんないけど分かんないよねこれ、それで言うと絶対プリンセス頭に11ってついてない人も埋もれてる、絶対埋もれてる、同じ試合でこれもう e スポーツだから、これアートだから、もうこれね目指せ、しょっからまずはもう、あ右、ね、もう右で行こう、右行く、右行く、コースの遅いんですよね、ごめんなさいね、確かに確かに、それはね、もう競技さんが怒るから、いやいや、夏さんさ、さっきのやっぱコースの遅いよいや、それ、夏さんさっき言ってなかったで、ここで、処してこれ処して、で、レイジかましていきながら、ちょっとあれ、その目の前のエリポンちょっと壊していきますよ、ちょっと、あー、いいですよ、もうどうぞどうぞ、壊してください、行かせていただいて、はいはい、でこの辺スピリットとかにも落としてキさん、プロっすよ、キヨキさん、ガチでプロくらいですか、なんかさ、いい感じだよねもうちょい、オッケー、これで多分めっちゃうまいんだけど、オッケー、で、ここでちゃんとショスの大事なの、これちゃんとショス、これショして、やばい、落ちてないです、キヨキさんやばい、マジか、いや、だって俺が変に守ってんのかな、ちょっとこの辺で、この辺でもいい感じ、いい感じ、いい感じ、あのジャイ側にユニット流してほしいっす、やってごめんなさい、ごめんなさい、全部そっち行っちゃうねこれこうなったらもうさあれ地獄だよね、多分やばいやばい、あでも OK、 落とせる落とせる落とせる、多分落とせる、落とせる、オッケー、待って、暇待って、むずいむずいむずい、倒してくれ、この謎のジャイを、待って、強いってジャイ、あえて俺入りゴレは流すわ、入りゴレ流すとスケルトンやってくれるから、多分、いや待って、俺めっちゃ下手、ちょっと待って、見てる人ごめんなさい、めっちゃ下手、いや俺もとはいえ結構もたついてるよ、その映ってないだけで、はいはい、で入りゴレ流しといて、入りゴレはスケルトンでやってくださいって感じ、エリゴレをまず貯めていくっすね、今から貯めます、オッケーオッケー、今から貯めていこう、あーでも俺あれか、エリゴレじゃ流さない方がいいね、あーいいっすよ、スケが頑張って、オッケーオッケー、そうね、そっちでめっちゃ溜まってくれるからさ、結局めっちゃ溜まってはいるけど、思ってるより溜まってない確かにエリポンちょっとあれだねスピリット系にね、いじめられてるんですよね、やばい、俺のエリポンさっきからエリゴレ壊されてる、ちょっと待って待って待って、もうエリゴレ出すのやめろもうエリゴレ出すのよ、俺ちょっと待ってください、俺のエリポン返せ、俺のエリポン、ちょっと待って待って、エリポンガッツやばい、キラキラさんガッツ、いやちょっと待って、ごめんごめん、キラキラ違う、エリゴレ、もうエリゴレ出さんから、もう出さんから、マジでプリ食べ、もうじゃあもう食べてこ、もう食べてこ、食べてくしかない、ガッツでクソ、下手くその回になりそうだ、いやほんと、いやでもいいよいいよ、オッケーオッケー、もうちょっと最初に黒をやらない方がいいんだな、あーそういうことか、火力出ちゃうから、オッケー、じゃあもうちょっとどんどんあれ、待って、マジでエリゴレ邪魔なんだけど、これ多分あれだな、キョウキョウさん、これあれだわ、なんすかマジで、なるべく縦を多めに出さないとダメだ、縦メインでいこうじゃん、縦メインでお願いします、うん、縦だね、大事だな、僕もプリン、プリン、あとはもうエリポンも置かずに縦だけ出す、いや僕もエリポンもいらんすね、レンチャン、レンチャンでいく、レンチャンで、オッケー、いやめっちゃいい、もっと来てる来てる、急に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 来てる、時代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 来てる、マジで、めっちゃプロになってる、プロになってる、今手がガチでやばい、来てる来てる、え、なんでなんで、キョキさんうまっ、キョキさん、キョキさん頑張った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 、やばくない？もう左に
右にやったのに左に行ってるっすもん。えっ、やばい、右の端っこいるよ俺ら。右っていうか左の端っこまで行っちゃってるよ。反対側行ってるし、こっちですよね。ピュンピュンピュンってなるから外出てこれは何体行ったんだろう。リアルに1,2 いや無理、絶対埋まってる。6,7,8,9 クラロワ史上見ることができないプリンセス下に埋まってる絶対。これやばいっすね。クラロワ動画では言えない、埋まってますユニットが下に。聞いたことない。バカ気持ちいいっすねこれ。最初マジで下手すぎて 3試合目か。しかもいや俺エリポン立ててんのに目の前にエリコリいて、どん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 エリコリ横に来て俺のエリポンまっすぐ目の前に食われていってガチで。最初の方だってエリボンなかったもん、ラットさんの場面。俺のエリゴレが。しかも歩くの遅いから結局さ、もうエリゴレ出すのやめますわって言って、うん、3体くらい育ってきたもん。溜まってたやつが。びっくりしたわ。いやでも面白かった。キヨキヨさんがめっちゃうまいさ。いやちょっとね、いやこれからやってこう、この絵も面白いな。視聴者さんが面白いって思ってくれたらさ、もっとやっていきたいね。これやばい、ね、楽しい。普通にこうやってレパートリー無限になりますよ、ね、確かに。なんかその見れない絵見れるしね。ね、やばいっす。だからこれね、増殖見たいとかあればぜひコメントで。あ、確かにお願いします。お待ちしてます。待てります。キヨキヨさんチャンネルでも動画撮りました。あー、そうです、はい、見てください。ありがとうございます。チャンネル登録もお願いします。お願いします。どうも、よいしょ、ありがとうございました。